テルさんの着付け始まります。はい、おはようございます。今日はですね、嘘つき襟をね使ってみたいと思います。はい、使ったことありますか？よいしょ。はい、私あんまりないです。お客様たまにね持ってきてくださるのね、こんな感じで使いますってなってます。はい、じゃあちょっとこれをね買ってみました。こんな感じにねなってるみたいですよ。はい、よいしょ。ほい、こんな感じね。はい、そしたらねここの中が、あ、結構芯がこれ入ってますね。これ一回洗うときっとコテってなっちゃうのかな。はい、じゃあこんな感じになってるからこのままね、ここでこんな風になってるじゃないですか。でもね、これでどうなんだろう、うまいことなるのかな。はい、じゃあちょっとこうして合わせてみます。ここですね。で、中心がここですね。はい、で、ここで、はい、どうでしょう、ちょっと頼りない感じがしますね。はい、はい、じゃあこれね、こんなまっすぐな襟芯ね、こんな風にしてね、新幹線みたいにこういう風になってるのがある場合は反対ね、こんな風になってたらこうやって使うんじゃなくって、新幹線が反対になってるよ、ね、長い方を上にして襟の中に入れてください。じゃあこれね入れてみます。これはね平らなのでね、まっすぐなので、この中心にえい、こうやってね、はい、襟を入れるとキューッと、これでよいしょ、大体揃ったかな。はい、こんな感じ。はい、そしたら、はい、ここにね、で、ここでずれちゃうなって、自分で着るときずれちゃうなって思ったら、ここにクリップ止めとくと安心だよね。はい、そしたらね、今度はね、前に持ってきます。はい、でここにね、合わせます。はい、下前、上前ですね。はい、上前です。で、これを、よいしょっと自分でやるときは、こうして、これをね、この中に入れます。はい。で、しっかり抜きたいときは一番上にこれを入れます。そして。ね。はい。そしたら今度、こっち側の、はい。これも、この中に入れます。そして入れます。はい。ぎゅっと引きます。ほら、ピタッと来たよね。ね。ほら、ピタッと来てるよね。よし、こう。ね。嘘つきっていうぐらいだから楽だよね。はい、じゃあ今度こっちに持ってきます。持ってきたら、はい、今度前へこう持ってきて、はい、ここでよいしょ、でここへね、どうも新しいこういうのはここ入れちゃうみたいだよ。ほら、こうして自分で着るときね、とっても便利なんだろうね。よいしょ、はい、こっちにね、こうして入れちゃった。はい、そしてここで締めた。回してきて、もう一回持ってきて、ここで締める。ね。はい。こんな感じでいいと思うんだ。はい。こうしてね。したらね、今度は、後ろまず、ほら。キュッキュッって引くでしょ？襟の形がね、ここがね、綺麗にこうなったよね。ほら。ちょっと綺麗になったよね。で、ここ引くでしょ？ね。はい。そしたら、今度は前を持ってきて、今はこういうのがついてるから、ちょうどここで引くから、綺麗になっている。ね。なんか昔のね、こういうのついてなかったから、ここでね、こういうのついてないとき、ここでもう一回こうして入れちゃう。こうして、よいしょって。こうやって入れちゃうとね、ここに。そうするとね、襟がね、ピタッとこうくっつくの。こっちもね、こっからね、ヒュッとこう持ってくるでしょ。そしたらね、この中にね、これをね、自分でね、こうして入れちゃうの。こっち、キュッと。入れちゃう。そうすると襟がピタッとくっついてる。ね。そうすると、暑い時に長襦袢着たくないなって、もう思った時は、こういうスリップを着ちゃえば、もう見えないので、これで OK です。はい。でも、この襟で補正をしないと、ここがこうなっちゃってるから、この角度さ、さあっていうか、これ60度だよね。90度だと、もっと合わせないといけないじゃない？じゃあどうしたらいいのかなってなった時に、ご自分でね、嘘つき襟着るときは、この後ろを自分でこうやってキュッて一回、ウエストでこうやって締めちゃう。
一回ここで、はい、よいしょ、変なゴミ、変な紐取った、よいしょ、ここでね、ギュッと締めとく。どうせ外すんだけど、こうしてね、締めておく。そしたら、後ろがキュッキュッてこうやってやっといたら、ここで縛ってるじゃない。そうするとね、これだけのことをしてあげると、この嘘つき襟さんが前でね、この紐さんをね、こうしてちょっと軽く入れといて、こうしてほら、ここで、この上に胸のこのほら90度で、まあこんな風にね、着る人、嘘つき襟の人いないと思うんだけど、まあでもほら、胸の下にね、しっかりと、よいしょ、はい、ここほら入ります。これ本当はこれでいいんだろうか、一回でいいんだろうか、後ろ行かなくてね。そうするとこことここで9で、ここがね、もし浮いてたらこっちに引けばいいし、ここが浮いてたらこっちに引け、ちょうどいい頃合いを見計らって、ここに補正が入ってないからちょっとこういうふうに浮いちゃうわけよね。だからここに補正が入ってれば三角形のもうちょっと綺麗に入りますね。はい、でこの襟、さっきの60度から比べたら、真正面からこうちょっと見てるとね、ほら90度ぐらいになって、ちょっと若い感じになったでしょ。小紋なんかの時も可愛いよね。まあ、この角度によって老けた感じになったりとかするので、そこだけ気をつけてくださればいいと思います。でやっぱりこちらね、締めたらこっちに入れておきますね、こっちも。そしたらさっきの60度よりこっちの90度の方がちょっと若々しく見えるじゃないですかね。はい、これでここまでやって、でもし回るんであれば、はいって、もう一回これね、これビューンと伸びる、ほらこれだからね、後ろから1回でもいいんだけど、はい、よし、こうしてしましたね。そしたら今度ここでほら、これが浮いてたらここ引いてね、もう一回ここでギュッと押さえてあげるね、押さえてあげるね、はい。そしたら今度ここ外せば、これ1本使っていくと自分でやるときも楽ね。はい、じゃあ今度私がやってみるね。はい、じゃあ今度自分でやってみるね。ここに、はい、襟芯を入れました。はい、中心揃えますね。はい、そしたらこの後ろをまずピョッとこうして持ってくるね、持ってくる。そしたらこことここ揃えてね、同じ位置ちゃんと見て、はい、ここ見て揃えてね、そして後ろを引く、引いたね。で自分でやるときはこう見て、どれぐらいかなって、まあこんなとこかなってしたら、ここでこうしてきっちり縛っておきましょう。ね、嘘つき襟。ギュッと。そうすると、ここ引いても綺麗にできるんじゃない？ね。はい。で、こことここ持ってきて、かぶせます。かぶせます。ね。かぶせます。はい。後ろ持ってきて、よいしょ。はい。ここ入れました。入れました。ね。こっちも、入れました。入れました。はい、どこ？こんな感じ？はい。そしてここを持ってきたらね、そしたらここ持っといて、これを角度を見てね。で今後ろ引っ張ってるから、ほらここ引っ張ってるから、思いっきりここでかぶせてあげればいいね。そして、はい、ここに入れます。ちょっと私ボリューミーだから、ここ入れる、下へ入れるよ。はい。下入れました。はい、こっちも。はい、下入れました。はい。下へ入れました。こうしてね。はい。で、こう、ずっと、きっちり、こう来たら、ね。はい。そしたら、ここで、ピュッと持ってきて、はい。ゲッ！見て。ボディさんと違う。足りない。ってことは、はい、じゃあここで私の場合は締めるしかないとね。はい、ここでこうやって締めましょう。はい、こうです。はい、そして後ろ9、前が9。はい、ここでこれをちょっとこう入れとくと、ここへ入れとくと、はい、引いとくと、はい、ここで緩まないとね。はい、すごいボリュームがあるわけね、やっぱりこうやって思うとね。はい、
今日は入れました。よいしょ、はい、引いた引いた、ここ引いた、はい、ここ引いた、ここ引いた、はい、くるくるっと、そして、はい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 、と、そしたらね、これだとね、私ね、ゆるいわけよ、ね、ここ私の場合はここだとゆるいし、本当はここで補正が欲しいので、ここに補正が欲しいので、全くこれ1回転しかできないってことですよね。でもここで、はい、これを外すとね、シューッと外すと、ほら、どういい感じになってないね、はい、それでこれってもしかして何に使うんだろう、これとこれってさ、まだまだ未熟ということか、まあ、なんかの時にピッピッと引くんでしょうね、こっちでこうやって引くのかね、はい、そしてこんな風になってきちゃったら、そしたらここで気になれば、私の場合ここ1本だけだからね、でタオルも入れたらきついじゃない、そしたらもうこうしたら、よいしょ、はい、胸の下で、はい、こうしましたね、はい、本当はここに補正入れるんだよ、はい、こんな感じでやってみたらどうですか、ぴったりフィットで、ほら指抜けてるでしょね、はい、ってことです。うちの嫁さんが、着付けでこういう襟持ってらっしゃって、これも持ってきたし長襦袢も持ってみえた、どうしたらいいですかって言われたんですね。そういう時は、はい、こうやって長襦袢も持ってらっしゃったって言ったら、これが襟芯の代わりになるのね。だから襟芯の中にこれを挟み込んで使います。ここのパカッとした襟芯、ここ襟芯だと思って使ってください。そしてクリップ止めてやってください、ね、そうすると綺麗になります、ね、こんな風にしてこの襟使ったから、じゃあこれも使ってくださいって言ってから、こうやってやったら襟が二重になっちゃうじゃない、ね、襟は一重ね、はい、着物は何重とかね、重ね襟は OK だけどね、はい、ということで、はい、このように最近の嘘つき襟はなんか紐がついてました。はい、嘘つき襟を使ってやっていきたいと思います。まず補正ですね、はい、一般的な補正からやっていきます、はい、じゃあ薄いタオルの胸の下にね入れます、はい、ここですね、はい、胸の下です、はい、お腹のない方はお腹に入れてください、はい、で後ろですね、クリップで留めておきます、はい、お太鼓ですから、はい、お尻にね、高さをちょっと出します。はい、いつもやってるよね。はい、真ん中、こう。真ん中、こう。はい、こう、こう。はい、たらちょっと高さが出ます。高さが出たところをクリップで止めておきます。はい、クリップで止めておきます。はい、こうですね。はい、襟抜きのところから1、2とね。はい、だいたい40センチぐらいのところで、はい、終わるようにしてください。そうしましたら今度は前ですね、はい、こちら前です、はい、だいたいこんな感じでね、はい、ここに乗せます、はい、乗せます、はい、こちらもね、はい、乗せていきます。そうするとここが1枚2枚3枚4枚で胸の下がなだらかになります。まあこんな感じでね、だいたいいったらいいと思います。はい、できればこうやってマスキングテープで留めるか、はい、さらしで、はい、1メートルのさらしを使ってこのように、はい、襟抜きも30センチ作っておきます、はい、標準的なタイピーの方はこれでいいと思います、はい、そしたらここで紐を締めておきます、はい、手が真っ黒まごまごして海に行ったりとかしてたら焼けちゃって、ね、そしたらここなだらかになってるでしょ、こんなぐらいの感じだったらいいです。お胸がもしここにね下がってるとすごい帯に乗っちゃうので、それだけ気をつけてね、はい、
じゃあそれじゃあね、嘘つきやっていきます。はい、先ほどの嘘つき襟ですね、はい、この中に襟芯を入れましたね、はい、この真ん中に襟芯を入れたら、はい、ここで中へきっちり入れて、はい、ここですね、はい、襟の形ちょうどいいところで、人に着せる時だったらこのクリップでここ留めとけばね、紐を入れなくてもいいでしょ。それで中心、襟抜きですね、こんな感じ。はい、そしたら前へ来ます。はい、ここにかぶせます。はい、ここにかぶせます。はい、そしたらね、本当はここでね、持っててくださいって言って、ここで持っててもらうとね、本当はいいんだよね。はい、クリップが1個もう足りない。はい、よいしょ、ここでこうしてね、人にお着せするとき、もし嘘つき襟持ってらっしゃったら、こうやってここで押さえててくださいって。そうするとこの紐をこのまま自分が回るんだけど、こちらに持ってきてね、はい、そしたらこの上からこうして上ね、はい、ただどこにしまおうかなって、ちょっと上目、私さっきちょっと下目しか無理だったじゃないね、体型にもよるから、引こうと思えばちょっと上の方がいいですね。はい、じゃあこっちもね、はい、こちら側からも、はい、持ってきます。はい、上入れます。はい、こうして入れましたね、はい、そしたら前持ってくよ、こうしてね、はい、持ってきます。はい、そうするとさっきの私のゴボンとなったのじゃなくてね、よいしょ、ここ引くよ、はい、ここも引くよ、はい、一点で綺麗に、はい、いきます、ね、でここに補正が入ってるから苦しくない。でこれはまあここでどうするのかな、でもね、あのこの説明書では最後に小紐を縛ります。縛る理由は何だろう、広がってっちゃうのを防ぐのかな、だからここ止めます。浮いてたら締める、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 でピッチシです。でこの襟の形が綺麗にきました、ね、はい、でこれはまあどこかこの辺に留めとくしかないよね、こっちに、はい、よいしょっとね、はい、じゃここら辺のところで入れておきましょうね、こちらにね、はい、したらクリップ外すね、今ここ押さえてたクリップでしょね、はい、そしたらこれが、よいしょ、あ、これはタオル留めた日だから取っちゃダメね、はい、そしたらここで綺麗な襟がキュッキュッってやると綺麗な V になってますね、はい、そしたらこんな感じで、はい、襟ができました。糸付き襟を持ってらっしゃったらこんな感じでやってあげるとピシッとできると思います。ではお着物着せていきます。はい、今回はこれ一重のね、着物、暑いからって言って長襦袢なしだからね、はい、たらこれを着せていきます。あ、クリップちゃん持っててって言ったクリップが残ってます、残ってます。はい、じゃあ着せていきます。背中心かぶせます、中心揃えます、はい、止めます。はい、ここで半分持ってシュ、こっちも半分持ってシュシュです。はい、そしたらこの先っぽにクリップを留め直します。はい、細手はもう手だけ入れていただいたので、はい、はい、襟先から一手持ってあげます、下げます、はい、引きます、はい、引いたら上前の、はい、ところを持ちまして、はい、上線揃えるよね、はい、身幅ちょうどいいぐらいね、この奥身線がももの上にちょうど来てるぐらい、はい、そしたら自然にここ上げます、上げたら押さえます、はい、テンションをかけてここのシワを伸ばします、はい、かぶせます、はい、テンションは今ここにかかってます、はい、紐ですね、持ちます、このシワの部分を持ち上げて腰紐で、はい、ここでここでタックを取って、はい、綺麗にまっすぐ来ます、はい、コーナーで後ろに持ってきて、はい、一回締めて、はい、二回締めて、1、2と、はい、ロックかけて、そしたら手離しても大丈夫でしょ、はい、ここに、はい、入れておきます、
はい、こっちも入れておきます。はい、下前長さ見ます。OK。はい、じゃあこちらもね、この脇のところのシワを、こう、前、後ろとタック取った分をちょっと戻します。戻したら、この布目をこちらにずっと持ってきて、向こうに行った上の布目もこちらに戻せるようにしておきます。ね。はい、そしたら、ちょっと、はい、挟まってないか手を見て、はい。目矢つぶしから真剣に、ピュッピュッピュッと。ね。はい。そしたら、ちょっと後ろへ回って、ここ、押さえて、きれいに、はい、おしわを伸ばしておきます。シュー。ね。これができるのが、ね、多層のいいとこですよね。シワにしてあげない。人に寄せするときは、なるべくシワを少なくしてあげる。ね。はい。そうしましたら、今度こっち。袖がないから軽い、ね、はい、そしたらここね、3分のこれ 10.5 だから3分の1折って、だいたいこんな感じ、ね、でここ綺麗にシュシュッとこうしたら、ここが右左が一緒に襟合わせが合うようにして、ね、はい、そしたらここで三角形を折ります。そして、ね、はい、折ったらこの三角の延長線上を押さえて、ここで上から下へシュッと この裏側が三角形になってる、綺麗に三角形になっているように押さえておきます。そしたらそのまんま、ちょっと本当は見えないけど、このね、ここら辺になったところに、はい、この三角形を上げたところね、胸の下ぐらいのところで三角形に上げたところをお客様に押さえていただくか、もしくはクリップで留める、ね、でここが三角形に綺麗に上がってなってます。はい、じゃあこっちね、はい、そしたらこちらも、はい、綺麗に揃えて、はい、こうして合わせた。ね、はい、そしたらこの下線綺麗にキューッと持ってきて、ね、はい、ここで押さえたところを持ちまして、手を離してくださいって言って、指先持って、この今三角形のところに人差し指で押さえて、親指と、お姉さん指でここを動かしてます。押さえて、こんな感じね。こんな感じ。反対側。こっち側ね。はい。こっち側。はい。こうして。はい。こっち側。はい。こう。で、右、左です。そしたら、ここを押さえて、ね。今、三角形、ここ上げてるとこ、ここも押さえてます。ね。はい。そしたら、今度は、押さえたまんま、はい。紐がまずきます。はい。ここね。ここ押さえたまんま、紐がきます。ね。はい。で、ここにタック取って、こちら側からお袖の下を通って、タックがここへ来た。このままこう来た。タックが来た。はい。押さえた。来た。はい。よいしょ。はい、そしたら、後ろシュッと持ってきて、コーナーで止める。まあ、タックもどきを取っとけばいいね。肛門なので、キュッと押しておきます。はい。上前じゃないわ、下前キュです。はい、この襟付け持って下前キュです。襟先キュです。ね、はい。そしたら後ろが、私あんま得意じゃないけど、どうしてもこっち寄っちゃうんだよね、力が。はい、こうして中心揃えます。はい、そしたら下からキュ、下からキュ。ね、はい、指先シュッと上パキまで入れたら、こっちもキュッ、ね、このなるべくシワをないようにしてキュッキュッです、ね、はい、そしたらここで12でこの大体38センチぐらいで、止めたいから、この分の余り分をここにこうして持ってきます、ね、はい、そしたらここでクリップ止めて、おはしょり。ちょっと短めね。はい。こんな感じです。そしたら今度は脇の処理です。ね、タックあんま綺麗に取れてなくてもね、大丈夫。はい。ここの脇のとこを持ちまして、はい。目矢つぶちと目矢つぶちのとこを持って、ここ、紐を引いてキュッと上げてあげる。ね、そうするとゆったりと出る。そしたら、ほら、もうタックなくなっちゃったでしょ？なくなっちゃった。いい。大丈夫。押さえる。押さえる。タックの延長線上だけ残してればいい。
そしたらキューッと前持ってきてかぶせて、キューッと中持ってきてかぶせて、シュ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 とか、こっち取ったね、はい、こっちもね、こうしよう、ちょっとこれ見えるかな、はい、ここね、二圧口と二圧口とこう耳揃えてここ持ちますわけよね、はい、ただ紐を持って、はい、ここ5センチぐらい開ける。そしたらね、こ今こっちにぐちゃぐちゃってなってるでしょ、これをね前へこうやって持ってくる。でちょっとかぶせる。でゆったりしたね、ゆったりしました。そしたらここタックもどきが出てるから押さえて、この余り分のところをこの今こっちに持ってきたこのちょっとしたたるみをこっち持ってくる。でかぶせた、はい、でシューッとね、で向こうに寄ったやつはこっちへシュッシュッと持ってくる。たっただけシュッシュッとね、そしてここピタッときたね、はい。そしたら今後ろからハイヨショット来てるから、こちらでシューッと持ってきて、ね、この時にこのトンと押さえたこの下線のこの脇ってここってこの脇線からだいぶこっち来てるでしょ。でこれを脇線でタック行ったところ一回戻ったでしょ。そうするとこの脇が向こう行ってこっち戻ってるわけだから、この戻ったところをね、戻ったところをこっちへ向こう行ってたまんまじゃなくてこっちへ戻してくる。ってことはこの脇線をこのつまのね、この裾の線の点、ここは関係なく折り曲げてこの脇線と点点点点点って掴んだところへ持ってくる。ここへこうボックスにして高さ長さちょうどにするでしょ。これを持ってくる。そうするとここがまっすぐになる。えい。少しこっち1本になるか。こうしてね。いやー引っかかった。なんで？なんで？なんで爪？こんなバカな。やっちゃった？はい。よいしょ、こうね。そしたらここで綺麗にこういうふうにね、ここをハサミの下が綺麗になったでしょ。はい。そしたら。ね、そしたらですよ、ここよいしょと、ここ本当はこんな風に持ち上げないでね、はい、こうね。でここでボックス持ってくるでしょ、こうして。でこの時にこの下がった位置がまっすぐこっち来ないといけないのね。だからまっすぐに来ました。ってことはこの余った部分はこのボックスに入れちゃうのね。こうして、ね、こう来ました、こう来た、持ってきた、ボックスに入れた、ね、入れました。今度は向こうから向こうの位置からこの延長線上のこの延長線上のここ、ここを持ってこれを一回ここでまたボックス取って入れちゃいます。そうするとここまっすぐ、ここまっすぐ。そしたらこのまま見えないか、はい、この延長線上のここをここ一回持ってくる。そしたらここ押さえてここ引いてここに入れる。そうすると、おはしょりぴったりです。はい。よいしょ。では、ここのおはしょりがぴったりにつながりました。で、ここはね、細ければボックスができます。ボックスができたら、はい、クリップ引っ込みください。ですので、ボックスの部分も脇できれいに取っとくと、ここほら。きれいに取っておくとボックスできれいになってでしょ、ね、はい。そしたらね、このまま伊達締めをします。はい、はい、じゃあね、ここからね、伊達マジックのがあったからマジックのでシュッと下からシュッとこう持ってきて、持ってきて、はい、そしたらここでパシャ、はい、これでお太鼓はきれいにできますよね。はい、おはしょりが5センチから8センチ、ね、出てる感じにしましょう。はい、こんな感じです。はい。嘘つき襟は便利ですよね。はい。で、あとは、ここが38なので、もうお太鼓の中に入ります。でも、ここ、こういうところのシワが嫌だったら、一回こう、締めて、よいしょ。はい。さらに綺麗にしてあげると、ここがスッキリします。ね、これで、お太鼓を、結んでいけばいいと思います。はい、ここで綺麗にできております。まずはここまで。はい、それではね、巻いていきます。
はい、6通ですね。この柄の柄止まりっていうかね、柄の始めっていうかね、そこをね、はいと、そしてお袖を上げて、せっかく取ったところを引っ張らないようにね、スーッと伊達締めの、ね、上を通ってください、はい、そしたらこの中心を、はい、ここから始めましょう。はい、こんな感じね、はい、そしたらクリップ止めます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。